ユーストリームを使って全世界に向けて発信、格闘技の力。なんかすごい映像がヌーディーじゃないですか。なんかこう、なんかめっちゃおしゃれ、夜景がちょっと軽く見えて。そうなんですよ。なんと本日から、先日まで三軒茶屋のファイティング居酒屋北東北というお店からお送りしていたんですけども、なんと今日から場所が移動しまして、六本木、大人の街って感じですね。六本木のですね、マーシャルアーツスポーツバーといってですね、もう駅からすぐですよね、はい、駅からすぐトコトコトコとドン・キホーテの方に歩いてもらって、トルコ料理屋さんが左手に見えます。その7階から、生放送でお送りいたしております。もう店内も本当にね、いろんなグッズ、格闘グッズとかもやっぱりあって、モニターでは映像も流れてますし、格闘技のは、そうなんですよ、はい、ということでですね、こちらのお店の店長さんのマキさんにいろいろとお話聞きたいと思いますので、はい、マキさんお願いいたします。そうだ、僕たちの自己紹介、自己紹介もじゃあマキさん含めてやっていいですか。そうですね、はい、マキさんも含めて、はい、ということで番組 MC の森本沙耶香です。よろしくお願いします。私ですね、はい、2月17日にプロレスデビューをします、満腹ミキティ（吉野すみれです。よろしくお願いします。順番も変わりました。はい、ネクストステージ代表の平田です。よろしくお願いします。お願いします。格闘家の奈々ちゃんちんです。よろしくお願いします。お願いします。なんですか、六本木になるとお客さんまで静かになっちゃう。なんかノリがね、ちょっと声張って考えたのがね、ムーディーなノリになってます。ちょっと待ってた、森本ファンの声が前じゃないですか、ね。まあ、最後に期待しようかな。そうですね、人気に限りが出てきたんじゃないですか。ちょっとちょっとちょっと、はい、ということでちょっともう一度お呼びしましょう。店長のマキさん、お願いします。ごめんなさい。はい、ということで、ちょっと店長いい体してませんか。え、めっちゃ薬、ちょっと鍛えてます。ふわプロテイン飲んでます。プロテイン飲んでます。おー、ね、切れてる。店長のマキさんも格闘技を、はい、もう学生の頃からやられてる、はい、あ、そうなんですか。ね、中学時代から、はい、ボクシングをされてるっていう、はい、へえ、今おいくつですか。29です。あ、見えない。あら、なんですか、近いやめ、近い、あら、ときめいちゃった。なんだよ。もうすぐデビューの、あ、プロレスデビュー、 ありがとうございます。何をお願いしますか、わかんない。なんかよろしく、間にいる私が邪魔みたいな感じになっちゃう。いい、まあそういうの後でやってもらいます。後で、はい。で、以前こちらの番組にもゲストで出ていただいた秀美義さんのジムの方でも、先生ですね、はい、あ、先生、なるほど。あ、そうなんです、先週時代に秀美義さんにヒレズキックで、はい、あ、そうなんで、選手をされてたらしいんです、キックの、はい、なるほど。で、今はもう引退されて、そうですね、東高円寺の AR キックというところに、はい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 、レディース、女子に力を入れてらっしゃるところ、あ、知ってるんですか。あ、私さっきお手洗いに、なんでもう前から知ってるみたいな。ちゃんとチェックを欠かさずに。素晴らしいです。なるほど、はい、こちらのお店はちなみに何時から何時までの営業なんですか。20時から3時までの営業。あ、3時まで、はい、さすが六本木ですね。六本木違いますね。やっぱ格闘技好きのファンの方とか結構多いですか。多いですね。そうですよね、このマキさんともいろんな話できますしね。そうですね、はい、わかりました。ということで本日からね、またよろしくお願いいたします。マキさんでした、ありがとうございます。はい、ということでね、こちらの番組、公開生放送です。はい、で、観覧も、はい、できますので、ぜひお近くの方は今からでもね、遊びに来てください。はい、そしてこの番組はですね、チャットを通じて、皆さんから質問なども受け止まっております。はい、もう早速書いていただいて、はい、まず山さん、こんばんは。山ちゃん、こんばんは。こんばんは。あ、すいません、まだありました、山さんのコメント。六本木での初放送楽しみにしております。はい、ありがとうございます。あとですね、嫌な、はい、自分で読むのちょっと恐縮なんですけど、レスナーさんが、はい、昨日でしたがミキティお誕生日おめでとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。ちょっといくつになったんですか。20歳になってやっと大人になったまりかなって。ブーあれれれれ。そうそうそう、でも若く見えますよね。ね、30には見えないですよ。見えますって。見えますの。見えましたね、今ね。
30ですよ、ね、30ですけど今から、今からですよ。そうですよね、あと試合デビューですからね。デビューもうすぐ。準備の方はあ、もうあれですよ、コスチュームもできたし、入場曲もできまして。できた。すごい。え、コスチュームってどんな感じなんですか、ちなみに。コスチュームですか、あのね、ちょっとね、秘密、あの、パチンコ屋に来た残念なキャンキャンみたいな。え、これ言っていいんですか、そんなこと。それはじゃ失礼ですよね、作っちゃった。失礼、失礼。違うじゃん、私が着るとそうなっちゃったんですよ。あれみたいな。こ地方のパチンコ屋でこういうキャンギャルいるなみたいな。まあそんなコスチュームにも注目のデビュー戦が2月の17日、17日ということで12時試合開始、新木場ファーストリングです。もうすぐじゃ、対戦相手も決まったということで、はい、よしこ選手どういう人ですか。はい、結構簡単ね、メディアにも今出てますからね、はい、そうです、よしこ選手結構ねテレビ、はい、サンマ御殿とかに出てはる。そうなんですか。そうなんですか、ね、私も何かで見ましたね。で、はい、あれ大丈夫かな、はい、はい、出てはって、まあ、結構プロレス界では本当に今、はい、そうですよね、注目株、注目株、はい、でもそんな注目株と戦うミキティ今注目なんですから、もちろん注目です ね、 ね、いやでも体重差がすごい、20キロ以上あるんですよ。20、年齢が私の方が10歳以上上で、いやもう無理ですね、リスクを背負った試合でも年の方がありますから、はい、頭脳戦で役に立つのかな、あ、レスナーさんがスミレーヌのコスはへそ出してますよって。そうなの？そうなんだ。あのね、これね、同期が間違っての先日その入場曲集、選手の入場曲集がキングレコードから発売されるので、そのジャケット撮影があったんですよ。おで、私まだデビューしてないからコスチューム出しちゃダメじゃないですか。そうですよね。なのに同期がフェイスブックに上げちゃったんですよ。あらら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 、すごい、それやばいですね。まあでも大丈夫でした。大丈夫大丈夫だった。そこでバレたということで、はい、へそ出しもあると。ちょっと30ですけどへそ出してますちょっとどんなへそなのかへその方を楽しみに、ね、でもいろいろと楽しみが、注目するところがね、たくさんある試合なので、はい、頑張ります。頑張ってくださいね、準備の方も。はい、はい、ありがとうございます。はい、ということで、はい、この番組は毎回ゲストをお呼びして、そのゲストの人柄、そして魅力をお伝えしていこうという番組です。格闘技に興味のない方も、とても詳しい方も、みんなに楽しんでいただけるような番組にしていっていきたいと思っております。はい、ということでお待たせいたしました。本日のゲストを紹介したいと思います。トイカツこと、トイダ勝也選手でーす。はい、ということで改めましてカメラの方にお願いいたします。トイカス道場代表、トイダ勝也です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。すごいですね、もうオーラがありますよね。あります。ねえ、はいはい、ということでトイカツ選手、はい、トイカツっていうね、今日周りの方も、はい、さっきあの、はい、先生っていう声があったんですけども、はい、会員さんが来てますね。なるほど、そうなんですよね、トイダ、そうなんですよ、トイ活道場という、はい、経営もなさってる。そうですね、はい、一応。そうなんですね、まあ、どちらかというと、はいはい、まあ、あの選手よりは経営者よりです、うん、あれそっちですか。そうなんですか。本当ですか。どちらかというとそっちの立ち位置で。え、かっこいい、はい、言いたいですよね、経営者です。言いたい。まずそこにね、至るまできっといろいろとあったと思うので、はい、そこのところいろいろと聞いていきたいと思うんですけども、はい、まずは格闘技を始められたきっかけなんかからどの聞いていきたいなと思うんですけども、きっかけはですね、はい、まあ一応高校から柔道っていうのが最初ですね。はい、そうね、部活とかでですか。そうですね、あの高校に入ったんですけども、はいはい、自分長野県出身なんですけど、長野県の須坂高校っていう高校に入りまして、はい、でまあ、あの中学時代からのプロレスが好きだったんで、まあ、なんちょっと格闘技をやりたいと思ってて。なるほど。で入った時にちょうどですね、最初は空手がやりたかったんですよ。はい、でも入って空手部に行ったら、もう空手部は潰れましたって言われて、あ、これはまずいと。そんなことない。で調べたらもう唯一残り柔道部だけあったんで、お、じゃあ柔道しかないってことで残りの。そうです、残りの方に。残りの方にはね、そうですね。なるほど、そこで柔道部に入られたと。そうです、はい。そ、え、もう本格的に格闘技をやり始めたのはその柔道が初めてだったんですか。そうですね、はい。へー、そうなんだ。まあ、中学の時は何を、一番とかバレーボールやってました。バレーボール、
遠くないみたいな。全然違う。みたいな。そうそうそう。意外ですね。ちなみにすみません、豊川選手ってプロレスラー誰のファンなの？いや、自分はでももう亡くなりましたけど、あの、ジャンボ鶴田さんとか。だこう、おー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 っていう感じですよ。そうなんですね。何キックでしたっけ？キック？キック？え？ジャイアント馬場ってあのキックやる人？違います。ジャイアント鶴田ですよ。ジャイアント馬場さんじゃないです。馬場さんです。それじゃそれじゃないです。スラッシュとか同じジャイアントだったけど、まあまあ、ジャンプもないジャンプにいいとかね、そういうことですね。そうですね、ちょっと勘違いのな感じでしたけども。なるほど。でそこで柔道を始められたということですね。そこから柔道はもう高校時代はずっと、そう高校時代やったんですけど、まあ柔道は全く才能なかったですね。全く。そうなんですか。まあなかなかみんな大体小学校中学校高校っていう中で、まあ高校からねいきなりね、なるほどね、勝てるってことはまず相当じゃないですか。確かになんか柔道のイメージってもう小さい時からもう積み重ねてって、もう帯をどんどんね、あれしてっていうイメージはあるかもしれないですね。まあ、でもそんな中でも柔道を何年かやられて、はい、その後はそれでですね、はい、ちょっとね、柔道やりすぎたんですよね。やりすぎて、やりすぎて、ちょっと練習はすごいやったんですよ。はい、よくはなかったんですけど、うん、そのためにですね、学業の方がおろそかになってて、あ、まあ、ちょっと大学の方にですね、入れなかったんで、まあ、ちょっと一浪しまして、その間なんかちょっと運動しないといけないなと。うん、それで、あの、極真空手を。おー、そこで空手にやっていけたわけですね。はい、そうだ、それも地元の長野で。そうですね、やって、で、そこからですね、まあ、あの、東京に行きたかったんで、はい、まあ、東京の大学に行こうと思って、はいはいはい、で、まあ、日本大学にまあ合格するんですよ。すごい日大ですね。日大の法学部に合格して、すごいなんや。めっちゃ勉強もされたんですか。これで東京に行けると思ったら、1年の時ですね、実は大宮だったんですよ。合格してから気づいたんですよ。それ大学あるあるですね。あるある、そうですね。それあるあるです。知らなかったんですよ。私もあの立命館なんですけど、ね、みんな京都に憧れて来るんですけど、キャンパス滋賀でしたから。ああね、本当に騙されてね。なるほどね。でしょうがないから1年の時はだからまた大宮で、大宮で、でまたもう一回もう1年空手をやりました。おお、そうね。それはもう部ですか。あの、いやもうね、さ、あの、違いますね。そっちも極真空手の道場にやったんですよ。大学内ではないところで、大宮体育館で、まあ、週2、3回ぐらいの、そういう感じでやってるところがあったんで、そちらに通ってたんですよ。そうなんですね、はい。ちなみに大宮の学校行かれてた時はどちらに住んでたんですか。いやもう大宮に。あ、大宮なんですね。あ、私も埼玉出身なので。そうですね。あの大宮の校舎の裏にさつき荘っていうね、すごい、すごい、すごい名前ですね。名前からして、すごいボロボロの寮がありまして、寮なんですね。そちらでもう学生で共同生活をしてまして、共同、お風呂共同みたいな。お風呂共同、トイレ共同みたいな。おー、ちなみに家賃ってね、いや家賃多分ね、ちょっと細かいのわかんない、3万とかそういうレベルですよ。あ、共同っていうことで ね、 そ う、 ね、そうなんですね。じゃあそちらで、まあ、住みつつ学校に行きつつ空手やりつつっていう感じで、はい、そうですね、そういう感じで大学時代で、一応でもなんか、はい、あの大学でその、サークルみたいのがあったんですよ。総合格闘技サークル、ハイブリッドってやつがあって、じゃあそこに、まあ、所属というか遊びみたいな感じで1年の時は週1回とか、うん、なんかそんな寝技ごっこみたいなことやってます。ごっこみたいな感じで、そちらのサークルにも行かれてたんですね。はい、でも結構格闘技の日々っていう、から空手もやりつつサークルもやりつつ、うん、そうですね、まあ別にそうですね、趣味的な感じで、それがいつこの本気でやったろうみたいになったわけですか。それがですね、あの大学2年から、はい、あの日大の校舎がですね、はい、実はあの格闘技の聖地、水道橋なんですよ。おお、おお、で水道橋だから、まあ、まあ引っ越してくるじゃないですか。はい、その時に自分あのそのマンションを探して、うん、ちょうど、まあ、文京区に、うん、文京区の小石川ってところに住んでたんですけども、はいはい、そっからもう総合やろうと、もうさすがに総合やろうと思って、さすがにさすがにね、空手も柔道2年やって空手も2年やってもうそれで十分だろうと、なるほどね、次は総合だろうと思って道場探すんですよ。はい、ところがですね、ところが実はですね、その
当時ですね、はい、東京に総合の道場ないんですよ。そうなんですか。まだ何年前ですか。いやもうないですよ、16年前とかですよ。そんなもんなんですか。90年代そうですね。で、まあ、雑誌で調べたら一応あったのがですね、コッポーさんがあったんですよ。あ、コッポーコッポーさん、ライガー、喧嘩芸コッポー。そうですね、ライガーさんがもうその当時商店とかやって、それで知ってたんですよ。だからまあこれコッポーやるしかないと、で、まあ、電話するんですよ、コッポーさんに、すいません入りたいんですけど、コッポーさんに、そうですね、やりたいんですけど電話したら、はい、いや今募集してませんと。どうするんですか。やばいと、あと調べたら、それ調べて聞いてたんですけど、実は大宮にピュアブレッド大宮さんがあったんですよ。あ、ね、そうですね。でももう遠いじゃないですか、逆に。逆に遠くなったと。大宮は、はい。で、よく調べたら、あの、話術なんとか会っていうのが、はいはい、実は文京区の湯島にあることに気づきまして。もう気づいた。あ、と思って。で、一番メインが村上和成っていう。はいはい、村上和成選手なんですけど、まあ、プロレスラーに途中でなりましたけど、その選手が一応なんかアメリカのなんかそういう総合の試合で勝ってるっていう記事が載ってたんで、あ、これはきっと総合の道場に違いないと、じゃあここに行ってみようと思って、まあ、近いし行ってみようと思って行って、うん、でそこからですね、総合大学2年の時から総合を始めたと、はい、そうなんですね。もうそこで始め、結構人数はいらっしゃったんですか。その当時はですね、うん、まあ、あのいましたね、いることはいたんですよね、はい、その頃は実はだからそのなんだろう、あのトーナメントオブジェイとか、はい、あとはなんかあのコッポーさんと実は対抗戦もやってたりとか、結構なんかね、いろいろ面白いことやってたんですよね。で、まあ、当時入っていた先輩がですね、はい、まあ、庄司明選手、まあ、ミスタープライドですね、はい、あとは、まあ、宇野薫選手、はいはいはい、そういう名だたるメンバーが結構、すごい、そうそうたるメンバー、そうなんですね。その方たちと日々一緒に、そうですね、日々とりあえず練習を、まあ、当時でもひたすら寝技ですよ。膝立ちから寝技をやるっていう、それだけです。すみません、その時って選手と一般の人とかとワックベース、あ、もうないですね。ないんですか。もうないです。基本的にしかもほぼガチですね。あれ、ちなみにあの話術です研修会だと、前に来ていただいた大室選手とかかぶってないですかね。あ、お、かぶってます、かぶってます。途中から入ってきてますよ。やった、ありますか、練習。いや、全然練習してますよ。あの、彼女はあの友達の付き添いで入ってきたんですよ。あ、言ってますよ、大室さんは。で、入ってきたんだけど友達の方はやめて、言ってますね、まあ、大室さんだけ残って、うん、気づいたら選手になってましたね。へー、最初はあれですよね、ダイエット目的ですもんね、彼女はね。すごいですよね。それでね、あんだけすごい選手になる。そうですね、だからすごいことですよ、能力的には。やっぱ最初から光るもんがありますか。いや、全くないです。あ、全くないよ、そこがして。いや、本当にだからすごいですよね、あれは努力だけで、本当になるほど、あそこまで行ったっていうね。あの、見かけも可愛いですからね。ね、なんか、ね、やったるぞっていう感じしないですもんね。わ、ね、ーって、ね、可愛い。なんかタレパンダみたいな感じ。リアルに。いやでも可愛らしい選手ですからね。ね、努力だけであそこまで行かれた。まあ、そんなね、縁もあったのね。なるほど。あの、レスナーさんも書いていただいてます。わずず、何集会でしたか。研修会です。ごめんなさい、研修会です。はい、これも読めないんですよね、本当に。難しい、ね、これ失敗なんですよね、ね、もう名前自体がね。もっと読めやすいか。これは経営者からもあれ。いや、本当に。だ、調べられないですもん。今だってみんなこれ話術研修会とか特に出てこないんですよ、これ。あの、字が出てこないんですよ。会が出てこないんですよ、これ。会が出てこないんで。だからそれでね、本当にね、西さんはちょっとね、もうちょっと考えた方がいいです。会ぐらいもっと楽な感じとか、ね。確かに。そうですね。まあ、逆にね、覚えやすいかもしれないですね。覚えやすい。いや見た目には飛び込んでインパクトが、そうですね、口に出せない。そうですね。あとはちょっと自的にね、ちょっとね、これ格闘技じゃなくて、ね、ちょっとヤバい方なんじゃないかっていう、ね、ちょっと怖い感じが、ね、回の書き方とかね、ちょっとね、いろんなこう信念を持った方が集まってる、ね、全く怪しくありませんね、はい、なるほど、はい。なんかね、途切れ途切れでちょっと途切れ途切れだったようなんですけど、安定したみたいですね。レスナーさんが安定しないって書いてくださってたんですけど、安定しましたって。はい、でエグニャン、エグニャンさんだ、間違って、エグニャンさん、こんばんは。こんばんは、いつもありがとうございます。たこ焼き777さん、寝てた、起きた、今から見るって。ありがとうございます。で、ミキティ意外に高学歴、誕生日おめでとう。いや、高学歴じゃないし、そんなもん。いやいや、結構高学歴の方多いんですかね、格闘技。お二人ともそうですし、いやいや、全然自分学歴ないですよ。いや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 、一大法学部で。
え、卒業されたんですか？卒業しましたよ。2年生の時からこう総合とかの練習もしつつ、ちゃんと大学は、うん、あのね、容量が良かったんですよね。それは才能ですからね。あの日大の法学部でいいことは、あの出席がいらなかったんですよ。だからテストだけできればいいと。だからテストだけできたんで、だから単位だけは取れましたね。え、でも学校行かないでってこと、家でやっぱやることはやる。やることやるっていうか、あの大学のテストって資料集めてなんぼじゃないですか。はい、え、テスト前にテスト、なんか講義ノートとか売ってます？講義ノートっていうかね、先輩から過去問を集めればいいんですよ。あ、それがどれだけ集められるかっていう、ただ能力だけですよね、あれはね。容量の良さを競うっていう。そう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 、そういうことなんで、そこは大丈夫ですね、全然問題ないんで。だからもうテストだけ OK で、あとはもうずっと練習してるみたいな。あ、え、じゃあなんか花のキャンパスライフみたいなのは。あのね、キャンパスがないんですよね、日大って。え、そうなんですか？なんかビルなんですよ、ただの。え、中庭でご飯食べるみたいな。いや、中庭とかないんですよ、本当に。出たらもう道路ですから。コンクリートジャングルの中ですからね。そうなんですか？ないですよ、だから。で、なんか学食があったんですよ、唯一。はいはい、でそこにみんなで集まってみたいな感じだったんですけど、はいはい、大学3年ぐらいからですね、学食がマックになったんですよね。ひどいですよ。ひどい。やる気ないですね。もう、だマックだと、なんか入れないじゃないですか。もう委託しちゃってるんで、学食じゃないんで。誰でも取れるんですもんね。で、マックなんて毎日食えないじゃないですか。確かに。まして、発想ね、やってたら。だからね、あんまり大学時代何も覚えてないですよね。あら、そうなんで、じゃあもう格闘技の思い出がやっぱ濃いんですか？そうですね、だからもう飲み会とかあっても必ず、うん、まあ、二次会に行かないで練習に行くとか。え、すごい、ストイック。さすがストイック。もうやっぱ違いますよね、もう意思がもうね、違いますね。え、もうその時点でもう選手になろうとかいう目的とか。自分は、最初はね、なかったんですよ、うん、だから始めてですね、はい、2ヶ月ぐらい経ってですね、はい、もう今ちょっと亡くなっちゃうんですけど、森山代表がいたんですけど、森山代表にちょっと試合に出なさいと。はい、え、始まって2ヶ月で？2ヶ月で、はい、自分ももうその空手のあれなんで、2ヶ月経って試合出ろって言っても、押すって言っても一言で出たんですよ。へえ。で、出て、まあ、あの大宮でやってるアマチュアシュートの大宮フリーファイトってやつがありまして、はい、そちらに出るんですけど、まあ、対戦表が来たら名前カタカナだったんですよ。これ外人さかなと思って、よく見たらハウスカガヤって書いてあった。あのお笑いの。そうですね。で、よく、そしたら、あのリングの魂さんっていう。はい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 、やってましたよね。そうですね、お笑い三重師が、まあ、アマチュアシュートに挑戦するという企画がありまして、その対戦相手に選ばれたんです。それが自分のアマチュアデビュー戦です。そうなんだ、もう。これ結構皆さんあれじゃないですか。これ初めて知りました。あ、そうですか、はい、結構知ってる人は知ってると思うんですけど。本当ですか。結果どうだったんですか。結果はですね、一応だからあの一本勝ちですね。一本勝ちでなんとか勝ちまして。本当ですか。まあ、その後ですね、8月ぐらいかな、うん、全日本に出るんですよ。全日本アマシュートに、はい、当時はもうエントリーすれば出れたんで出るんですけど、それで2回戦でですね、まあ、その時優勝した藤田選手に1本負けして、うん、でそこからですね、ちょっと本気でやろうかなっていう感じ でその1年後 の、まあ、あの全日本アマシュートで、まあ、準優勝して、まあ、プロデビューっていう形で。おー、めっちゃ順調に。そうですね、まあ、日々の、まあ、そうですね、まあ、そこで初めて、あ、プロになれるんだっていうのを意識しましたね。なるほど。 ちなみにあの空手ベースでもともと、まあ、もともとではないですけど、はい、されてて、はい、で研修会に入って寝技ばっかりでっていう中で、なんかその自分 そのベースが活かせないみたいな、そういうのってなかった？いや、あのですね、実は柔道のベースがすごい良くてですね、あの柔道の先生がですね、あの国士舘出身という寝技の非常に強いところで、はい、あの柔道の練習、寝技の練習がすごい多かったんですよ。柔道って結構立ち技が重要なんですけど、まあ、寝技ばっかりやってたんで勝てなかったんですけど、当時はですね、ひたすら30分抑え込まれてるっていう。だから自分寝技が強いっていうことが全く分かんなかったですね。柔道は弱いし、寝技もやられてるだけだったんで。でも研修会に入って寝技を やったら、はいはい、勝てるんですよね。すごい、よかったですね。それじゃあもうグラップリングに開眼したわけですね。そうですね、ああいけるじゃんと思って。すごい、そのための柔道でもあったわけです。いや、だからそのために柔道やってたっていうか気づかなかったんですよ、ね。はい、寝技がそこそこ強かったんだけど、うん、それが強い人とやってるから分かんなかったっていう。へー、すごいですね。何年後かにね、開花して。そうですね、はい、そうなん
ですね。そうしたらじゃあその柔道を始めて何年後にプロデビューっていう感じだったんですか。あ、柔道ですか。もう格闘技を始めてから。格闘技始め何年後だろう、5年、15歳ですかね、高校1年生って5年、6年ぐらいですね。6年でプロデビューになったんですね、総合からは1年、まあ、そっか、あっという間のデビューで、はい、でもそこからもうプロとして、そうですね、いろんな試合に、そうですね、まあそういう感じで。その時ってでも大学生で将来就職活動するかとかで迷わなかったですか。大学だから3年の時にプロになったんですけど、その時就職活動ってあるじゃないですか、はい、で説明会行ったんですよ、はい、で説明会行った時に1回目の説明会で、あ、これ無駄だと思ったんですよ。あ、でも私も就職説明会行って、これ私は会社今無理だと思って、そうですね、自分は無駄だなと思って、お金持ちになれないと思って、あ、そっちか。じゃあ問い活転職も全く社会人経験みたいなのなくて、そうですね、全くないです、ね、だから社会不適合者です。それが経営者としてうまくやってはるってすごい。だからもう適合できないから、もう上につくしかないです、下につけないです、全く。いやいや、ちょっと今お話出ましたけど、問い活転職って言えば道場経営ですごい有名なんですけど、はい、大体いつぐらいの時期からそういう事務経営にこう着手したといいますか、この辺ちょっと、ですね、25歳ぐらいの時にですね、シュートでですね、一応タイトルマッチやりまして、はい、でその時にチャンピオンだったノゲイラ選手に負けるんですよ、はいはいはい、でその後にですね、ちょっと同じ練習してたら、多分今までと同じ練習だから、その時ちょうど学生だったんで、午前中バイトして、はい、昼から学校に行って夜練習するっていう環境だったんですけど、まあ、その環境だとこれ勝てないと、もう全然差を感じたんで、だったらまあ効率よくお金を稼ぎたいなと思った時にですね、まあその当時飯田橋にあった研修会 RJW っていうところがあるんで、はい、あったんですけども、そこのですね、火曜日がお休みだったんですよ、はい、で火曜日がお休みだったんで、ちょっと試しに、じゃあちょっと火曜日にそこで週1回道場ができませんかってことを社長に自ら提案、そうですね、提案しに行ったんですよね。目の付けどころがやっぱちゃいますね。でそこからまあ週1回で道場っていうのが初めですね。へえ、でもそれ初めてすぐ生徒さんとかって、そうですね、最初の1ヶ月はね、ずっと掃除です、道場の。あ、どうやって生徒さん集めはったんですか。でもまあ今では当たり前ですけど、ホームページ作ったんですよね。お、当時ってでもそこまで、まだ2000年とかそんぐらいですよね。そうです、そうです。だたまたまちょっとそういうコネクションがありまして、ホームページ作ってもらえたんですけど、自分もホームページ何かってことはよくわからない状態ですね。作って、それでまあ1ヶ月ぐらい経ってからぼちぼち人が来るようになって、でマックスでだいたい60まで来ましたね。すごい。週1で、そうですね、週1で、まあ、最終的には週火曜日と日曜日っていう週になって60なんですけど、もう週2でもう食えるようになったんですよ。おー、60までわずか、時間的にはそれくらい。いや、まあそうですね、第1年くらいですかね。すごい。60まで。でもそれはもう明らかにホームページの最初の、いや、まあホームページで言っても、まあきっかけはそうなんですけど、はい、結局目の付けどころが、まあ、たまたま良かったっていう、その時のニーズにあったんですよね。その時がですね、ちょうど、まあ、みんな選手を作ろうっていう道場しかなかったんですよ。当時はもうちょっとずつ道場が増えてて、まあ、パラレスラー東京さんとか、いろいろそういう、パラレスラー八王子さんとか、そういういろいろ道場が増えてたんですけども、みんなどっちかというと選手寄りの道場だったんで、一般の人が気軽に、そうですね、その中で、まあ、週1回 その完全な、まあ、フィットネス的な道場が、まあ、ちょうどニーズがあったんだけど、やってる人がいなかったんで、まあ、ニーズとマッチングしたっていう形で。いや、確かにシュートのジムとか道場と確かにおっかないっていう、そうですね、基本的にはもうガチンコなところしかなかったんですよね。行ったら壊されるっていう、イメージですよ、イメージ。なるほどね、だから初心者として行きにくいとか、はい、敷居が高かったんで、そうですね。じゃあ結構遠くからも通われたと、れる方とかも、そうですね、いましたよ。だからすごい人いましたよ、新幹線で来てる。すごい。年齢層はどういう？年齢層はね、まあ広いです。だから学生だぐらいから、はいはいはい、上は本当に40歳、50歳ぐらいまで、まあ、完全に趣味ですからね。そうなんですね。じゃあもうそれで60名も来てもらって、はい、でそこからまた考えが変わるわけですか？いやいや、考えは変わらなかったですよ、はい、すごい楽だじゃないですか。そう、それずっと行きたかったんですけど、立てれるわけですもんね。2年ぐらいその状況が続いた後に、はい、RJW が潰れるんですよ。あ、実は飯田橋潰れたっていうか、まあ、移転になるんですよね、門前仲町に。あ、そうなんですね。で、まあ、ちょっとその時ですね、まあ、実
実はあのその社長にですねちょっとあんまり、まあ、気に入られてなかった部分があって、まあ、火曜日があの自分の道場があったんですけど、門前仲町の RJW がですね火曜日も練習するっていう社長が言い出して、えじゃ あ来たかと、これを潰しに来たなと、潰しに来ましたねそれ、あららららら、完全に火曜日だけ班長みたいな感じでもあったの、そうですね、かまあそうですね、だからまあそういう部分もあるし、まあ RJW 自体はあんまりそんなに会員さんがいなかったんで、まあうちがうまくいっちゃってるのがまあ気に食わないっていうのは分かったんですけども、でまあどうしようかなと、はい、まあこのままだともうご飯食えなくなっちゃうじゃないですか。でその時にちょうどですね、まあ、ゴールドジムに格闘技スペースがあるってことを知りまして、であの実はあの研修会をその時抜けて独立した ACC の阿部さんっていう、阿部兄ですね、阿部兄にちょっと連絡取りまして、ちょっとあのゴールドジムの格闘技スペースって使えないですかって言ったら、ちょっとそのタイミングであの ACC が中野でやってたスクールを撤退しますっていう、そこが開くよって言われたんで、おなんじゃあそこ使わせてくださいっていう形で、すごいですね、スッと入ったわけですね。そうですね。でそれで、まあ、そこから、まあ、中野のゴールドジムで、まあ、週3回からっていう感じで、そこではどうだったんですか、すぐにあの会員さん集まったんですか。そうですね、前回の会員さんが、そのまま盛り上がれるとか、いやそう思ったんですけど、はい、そうはいかなかったですね。60いたんですけど大体20人ぐらいしか来なくて、まあ、それはやっぱりね、駅変わるとやっぱりそうなんですよね、まあでそういう感じで、まあ、会員さんは減るんですけども、はい、まあ、あのちょうなんかどうなんですかね、ちょううまくいってですね、まあ、1年ぐらいでまた会員さんが80、90ぐらいまで、すごい、ね、どういうのがご自身的に、うん、何がそうですか、あの、まあ、かんみたいな、まあ、まだその時も、まあ、完全にフィットネスをやってたんですよ、はいはいはい、もう選手を作るとかじゃなくて、あとはですね、まあ、クラスをですね、あのゴールドジムさんですと、はい、まあ、1日こういうクラスの入れ方じゃなくて2時間ずつぐらいしか借りれなかったんで、はい、1時間ずつにクラスを区切ったんですよ、はい、で1時間例えばボクシングやったら次寝技みたいな、そういうレスリングやったら寝技とか、そういう区切り方がすごい良かったみたいですね、会員さんにしては。へえ、1時間で終わるっていう、うーん、他のところはやっぱり当時はですね7時から8時まで初心者、はい、そこから全部スパーリングみたいなクラスなんですよ。あ、そうなんだ。それだとやっぱりね、それを踏まえた上でその他のスケジュールを踏まえた上で穴だから自分はこうしようと思って、いやもうたまたまやったわけですよ、たまたまそれがたまたまやったのが、うん、でたまたまそれで、まあ、ちょっと増えてきたんで、はい、でどんどんですねあの曜日を増やしたんですよ、はい、最終的には収録まで増やしたんですよ、めっちゃ毎日ですよ、収録まで増やした上にゴールドジムの大井橋さんのでも出して、はい、で行徳さんでも出して3カ所でやるっていう、はい、すごい3カ所やったらでも毎日、いやいやいや、それはね、あのインストラクターを使って、はい、そういう感じでやりました。あ、ご質問が来ております、はい、山さん、やはり経営に法学部の知識は生かされたのでしょうか。あ、生かされてないです、本当ですか、全然法学部の知識と関係ないですよね、本当に。でもね、今までにないなんかそういうアイディアだったりとかっていうのはもうね、そう信じて出されて、まあね、妄想するのは好きなんで結構アイディアが結構出てくるんですよね、ね、そういうのがすごい大事ですよね。なるほど、じゃあもうそ結構トントン拍子というか、うねえ、うまいこと言ってる人生、そんな中でもやっぱこれは苦労したなっていうのとかあります。いやだから苦労してますよ、だからそのね、いきなりだから RJW 潰れて、でその後ですね、ゴールドジムさんで、まあ、90ぐらい増やして、まあ、3カ所でやるとこまで増やしたんですけど、はい、途中で俺が飽きるんですよね、その状況に。うまいこと言ってる、飽きちゃって、うん、なんかまあ、リスクがないじゃないですか、なんか普通にやってて全部手続きやってもらってお金だけ入ってくるって、なんかサラリーマンみたいですよ。自分サラリーマンにならないって決めたのに、なんかサラリーマンっぽかったんですよね。なんとなく刺激が足りないとか、そうですね、で、まあ、自分の思い通りにならないですよ。だからこういうふうにキャンペーンをやってみたらどうだとか、こういうシステムでどうですかって一回ゴールドジムさんに提案するんですけど、はい、上に行って戻ってくるのは1ヶ月ぐらいかかってダメって言われるんですよ。これだとダメだと、で将来ずっと格闘技で食っていく予定なのに、例えば、まあ、極論ですけどゴールドジムさんが潰れたとか、その店舗がなくなったらご飯食えなくなるじゃないですか。そう、ね、前のその RJW さんが潰れたみたいな感じになったら困るから、じゃあ常設道場出そうっていう形で、でそこから、それはいくつの時ですか。それがですね、まあ、29歳の時に、37までにやっぱりその一人前になろうと思ったんです。最初にあの、まあ、出店じゃないですよ、道場を出す時に、はい、なんかあの
ロケーションとか、あ、こういうところに出したいっていうのはなんか気をつけたところとかってなんかありますか？あ、場所、あ、何も考えてないです。何も考えてない。だし最初出店するときに、まあ、とりあえず広くて安いっていう条件で中野駅から8、9分ぐらいのところの方に出すんですよ、はいはい、で実はそこをあのビルの4階に出したんですけど、はい、入って気づいたんですけど3階にですねオーナーの娘さんが住んでたんですよね、うん、でちょっとあのオーナーの娘さんがですね、まあ、ちょっとあの、まあ、気持ちが弱い方というか、まあ、毎日あの自宅におられる方です、はい、で常にうるさいと、うるさいうるさい、いやうるさいでしょ、格闘技の道場だとうるさいです、うるさいで、まあ、うるさいって言ってる分にはいいんですけど1階の鍵を閉めるとか、そういう行為をしてるんですよ。だ会員さんにすみません鍵閉まってますって言って開けに行くとかね、そういうことをやり始めて最終的にはですね、俺初めて見たんですけどあの窓からお皿が飛んだんですよ、うるさいって言ってバーって言って漫画見たい。でそのオーナーが来てですね最終的にあのうちの娘が狂ったんで出てってくださいって、いやいやいや違うだろ、もともと狂ってただろう、そうだよ。で常設道場を出してわずかですねあの5ヶ月ですよ、5ヶ月で移転しました。そうです、娘さんの問題で、娘さんのおかげで。それはちょっと怒っていいとこだったかもしれないですね。そっからですねもうちょっと駅から徒歩3分ぐらいで、はい、中野です、中野のボサロって行って、はい、うん、あ、はい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 、そうです、今のところの1個前なんですけど、ジンギスカン雪だるまさんの、まあ、5階なんですけど、まあ、そこがすごい場所がよくですね、で駅から近いしですね、そうですね、そこで一気に会員数が100人超えて、100人、ちなみにそういう会員さん何で大体みんな集客するんですか？いや、うちはもうホームページでしか集客してないです、ね、ホームページで、ホームページだけで、はい、あのよくすみません、ツイッターとかであのホームページっていうのはその、はい、店構えとイコールだからその作りよって、はい、それ以外なんか気をつけてる点とかってありますか？気をつけてる点ですか？あのどうだろうな、まあね、あの更新頻度できるだけうちは多いんですよ、はい、毎月更新してますね。でうちの時間割は毎月変わってます。へえ、それは会員さんの意見を取り入れて、取り入れてないですね。え、やっぱりでもあれですね、その初心者の方がメインで来られる、ね、そうですね。でその何を経由してそのホームページをご覧になるのかなっていうのはすごく、いや、まあ簡単なのはあの格闘技初心者って入力、Google で入力していただくと、まあ1ページ上位に来る、1ページ目にうちは出ます。なるほど、それは大事ですね。ね、だし現在では、8軒にも及ぶジムが、はい、トイカス道場が、そうですね。ちなみに場所で言ったら中野、中野、はい、ですぐそこ六本木、お、六本木で西日暮里、高田の馬場、あとは埼玉の新座、新座、長野県がですね南箕輪村と、あ、地元の、地元なんですけど自分長野市なんですけど、あ、まあ、南箕輪村と、あとは松本市、はい、あとはあの香川県ですね。え、なんで香川なんですか？あの、いや、あのデビュー戦の香川さん、香川さんね、香川なんですか今の、そこにかけたのかな、全く関係ない。いや、あの長野と香川に関してはもともとやってた会員さんが戻って、まあ、サークル的に始めたんですよ。あ、コメントで出てます、レスナーさんが夢のある話ですね、すごいですね。本当ですよね、ありがとうございます。すごいですね、すごい。で、その8件なんですけども、その指導者の方を結構力入れてるっていうのも、はい、そうですね、うちの場合はだから中野に関しては朝の7時から夜24時までやってますね。時間も、それはね、通う方としてめっちゃ便利、すごくないですか？サラリーマンすごく嬉しいですよね。そう、仕事の後とか前にも行ける、うん、朝ってどんな方が多いですか？そうですね、自分朝行かないんで分かんないんですけど、まあ、聞いた話ですよ、聞いた話ですけど、まあ、あの要は、まあ、あの飲食の人が例えばお仕事されたあとですよね。あ、そうか、終わった後に、はい、まあ、そのまま、まあ、我々が、まあ、5時6時に仕事が終わったらその後練習に行くみたいな感じで飲食の人が来ると、そういう人もいるし、まあ、要は10時から仕事の人がその前にっていうパターンですね、大体。なんですね、山さんコメントいただいてます、はい、朝行けるのいいですねって、いや、ほんまに、いやいや、結構これ社会人も多分嬉しいと思いますよ。だって外に行く前にちょっと練習するっていうの結構気持ち的にニーズあると思います。最近そういうの流行ってますよね、朝活ですね、はい、朝活です、そうです、まさしくそうです、ね、え、だし夜も24時、はい、そうですね、夜、そうですね、もちょっとあのお聞きした情報だと、トイカツさんもあんまりその現場にはそれほどタッチしないで
基本的にはその出店地域とかをこう探したりとか、ジムはもうインストラクターの方が中心に回してるっていうのをお聞きしたんですけど、そうですね、もう今月からちょうど指導なくしました。え、指導ゼロです。あ、トイカツさんが。そうですね。そうなんですか。結構なんで残念がある方も多い。うん、まあそうなんですけども、基本的にでも自分そんな集客力ないですね、その指導者としてのも。それは認識した上で、まあ、むしろそっちよりもだから経営で完全に考えていこうと思って。そうするとその指導者として指導者としてのはちょっと分かんないですけど、やっぱり集客していく上でキーになるのってのは何なんですかね。はい、集客、まあそのサービスですよね。サービス業なんで、その営業時間、出店場所、あとはまあその中の内装とかそういうまあ設備とかそういうもんじゃないですかね。はい、で指導者はどちらかというとその選手のネームバリューみたいな感じなんですか、その指導者として。指導者はですね、まあ、ネームバリューある人もいるんですけど、基本的にはネームバリュー必要ないですよね。はい、例えば一般のスポーツジムを自分イメージしてるんですけど、一般のスポーツジムのインストラクターでネームバリューある人っていないじゃないですか。はい、確かにみんな入りますよね。そうですね、まあ、そういうことなんですよね。そこまで重要視はされてない。そうですね、そんなに粘りって必要じゃないなっていうのは最近思ってる。確かにそうなんです。格闘技の例え特に子供とか預ける時って大体みんな頭に浮かぶって空手道場とかだと思うんですけど、指導者とか全然関係ないじゃないですか。関係ないですね。親切でやってくれる人の方がいい。もう別に選手を作るわけじゃないんで、みんなそんな格闘技知らないんですよ、来る人が。はあ、なるほど。その人たちが粘りはあるないとかあんま関係ないですね。はい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 、その営業時間とか場所とかあとは料金とか、まあ、そういうものを見ますよね。はいはいはい、確かにそうですね。シャワーがあるとかね。そうですね、そこはもう当たり前です。絶対シャワーはついてます。ちょっともうちょっと突っ込んだこと聞いていいですか。はい、そうするといや大体そういう拠点系のビジネスやっていくと、ちょっと僕も仕事でいろいろ絡むんで、やっぱり固定費結構大変になってくるんですよ。人件費と家賃ってこの2つが、ね、結構大変なんですよ。一番安くかかるんじゃないですか。でその辺でどういうふうにクリアしてるのかなっていうのが、まあ、クリアしてるというか、まあもう別に今はもう問題ないですよね、利益出してるんで。はい、ええ、まあその分の結局だから最初の段階では利益出てないんですよ。はい、自分最初の段階利益出さない出てないっていうのは分かってたんで、何をしたかっていうと、最初道場を出す前に自分接骨院をですね、実はやってるんですよ。はい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 、まずお金がなかったんで、29歳の時に道場出そうと決めたんですけど、お金がなかったですよね。だからどうしようかと思った時に接骨院をやったんですよ。でも接骨院出すのもお金かかるじゃないですか。そうですね、かかる。だから自分は、ね、そうですね、まあ、知識っていうのはもうちょうどもう大学出た後に実は専門学校行ってて、接骨院の学校3年行って一応免許取ってたんですよ、25歳の時。でその後ずっと寝かしてたんですけど、はいはいはい、でちょっと資金が必要だってことで、うんうんうん、でも、まあ、店舗を出すってことはできなかったんで、はい、ワンルームマンションでですね接骨院を始めたんですよ。家賃を抑えて完全にもう普通に、うんうんうん、それがまあ要は家賃を抑えても人さえ来ればやっぱり利益出やすいじゃないですか。それでまあ利益を出してお金を貯めて、それから道場を出すという形をしてたん で接骨院の利益をまあ逆に道場の家賃とか人件費に充てるっていう流し。すごい、接骨院でもそんな利益。接骨院の集客はどうされたんですか。接骨院の集客はですね、まあその時も一緒に中野でゴールドジムで道場やってたんで、道場の会員さんプラス、あとは自分のお友達、あとはそのお友達の口コミでどんどん広がっていく感じですね。まあ、確か腕が確かじゃなきゃ来ないし、だからそこもね、まあ腕じゃないんですけどね、接骨院ってこれなんですよ。ちょっと待ってくださいよ。これなんです。喋りです、喋り。あ、喋り。あ、いやでも喋りって。もうね、9割ぐらい喋りですね。嘘やー。腕なんて俺ないですもん。いや接骨院は1年だけアルバイトしただけですからね、腕があるわけないじゃないですか。いやでもそれ その喋りで何が重要なんですか。いや何が重要か、まあ別に普通に今喋れるってことじゃないですか、まあ、それが重要ですよ。要は美容院に行って、あ、こうなんかすごく心地がいい人っているじゃないですか。、うん、とかそういうなんかその相性だったりとか、そういうこと、体のアドバイスについての会話するとかじゃない。いや、体のアドバイスはだって説得力違いますよ。だってそうですね、そうですよ、やってるんですもん。だから壊すのも直すのも上手いんですから。はあ、他の人よりは明らかに外傷を見てるんですよ。自分の体をずっと見てきてるんで、今の普通の接骨院ってもうおじいちゃんおばあちゃん見てるだけじゃないですか。でも外傷見てないんですよ。そうですね、でも自分の方はもう格闘技をもう何年もやってるわけですよ。
だったら外商見てるのは俺の方が全然上なんで、もう29の時だったらもう10年ぐらいやってるわけじゃないですか、総合を。そしたら10年間ずっと関節を壊してるわけですよ。いろんなところだったらどう壊れてどう治るかなんて分かるじゃないですか。そうですよね。その説得力が違いますよね。なるほど。それはお客さん来ますわ。そうじゃないですか。だってその何もスポーツやってない接骨院の先生よりスポーツで一流でしたとか、そういうのがね、ひょろひょろでね、そう、そういうことですよ、ね、来られても。なるほど。こうやってたかびっくりしたけど、説得力とかそういうってことですよ。びっくりしたもう。あ、コメントをいただいてます、はい、ピーピーカーダさんが、私会員でお世話になっておりますって。 ありがとうございますピーカーダさん、はい、でも全部もういろいろたくさんいっぱいいらっしゃいますからね、はい、何店ですか。何店でしょうか ね何店何店っておかしいですか。何、うん、どの道場でしょうかね、まあ、ちょっと、はい、何道場でしょうかね、はい、そうなんですね。で今現在今8軒出されてるっていうことなんですけども、はい、今後も全然もっと増やしていこうとか、なんかそういう、うん、まあ、ちょっとね、今だからもう増やそうっていう意識で増やしてるわけじゃなくて、うん、流れ的に増えていくだけですよね。なんで増えてくる。かっこいい、言いたいな。流れ的に増えてくる。言ってみてよ。だから自分で出そうと思った道場っていうのは、実は中野もだから自分の意思じゃないじゃないですか。もうたまたまあのゴールドジムが中野が、だから中野に出したいうだけなんですよね。だからで、あの意思出そうと思って出したわけなんですよね。高田の馬場に関しても、はい、あのその時ですね、あの鉄肌色っていう選手がいたんですけど、はいはい、まあ、ちょっとできちゃった結婚してて、もう格闘技やめるっていう話なんで、だったらちょっと道場出すから一緒にもうちょっと格闘技やろうよっていうふうに出したんですよ。で西日本に関してもですね、実はあの御徒町に出したんです、出そうとしたんですよ一度、地下に、御徒町の地下に。そしたらですね、道場出そうと思ってその内装やってたらですね、水が出てくるんですよ。だから全部内装壊したら湧き水が出てたんですよ。でこれはダメだと、もうでもその時にもうシャワーも買ってるし、はい、マットとかも全部買っちゃってるからこれ出さなきゃいけないと思って、そしたらたまたまですね、西日暮里のボクシングジムが潰れまして、そこの居抜きがありますよって言われて、めっちゃいいじゃないですか。じゃあそこにっていう形なんですよ。たまたまですよ、西日暮里出そうと思って出してないですから。でも全部なんかうーん、そうですね。で埼玉のニーザに関しても、あの実はですね、先ほどまあ最初社長が出てきましたけど、はい、うちの話術研修会を運営してた GCM がですね、潰れるんですよね、はい、途中で、うんうん、ちょっと社長がですね、お金遣いが荒かったというか、まあ、そう女性が大好きだったとか、あららら、まあ、いろいろあるんですけど、あららら、それで潰れた時に、はい、まあじゃあ、 あの和光の A3 の代表だった西村がいるんですけど、はい、今ニーザの代表なんですけど、ちょっともうあの自分はもうそれであの A3 を辞めてサークルにしようと思います、うん、じゃあ俺が出すよって言って一緒にやろうよ、男気。全部そういう感じなんですよ。自分の理由ではあんまり道場出してないんですよね。なんか道場系以外のなんかこう商売をや、はい、商売ってのは別にあの新しい何かっていうのは格闘技の業界の中で何かやろうみたいな、そういうのって特に考えてないんですか。いやだからまだね、自分の中ではですね、道場系っていうのはまだ甘い部分があるんで、はい、これをだからもうちょっとビジネスに近づけようかなと。なるほど、まあ、まだまだですね。コメントが、たこ焼き7777さんが家主の娘のおかげですね。そうですね、今感謝してるんで。あーすごい、ハードポイントじゃそうですよね。そうですね、そのだからね、狂ってなかったら、あ、言っちゃいましたね、狂ってなかったらあの移転することもなくて成功することもなかった。そこだったら駅から遠かったんで、徐々にちょっと会員は増えてたと思うんですけど、だからこの前だからそこをね、たまたま通ったんですよ。あ、今どうしてあるんだ、どうなってんだろうと思ったらもう廃墟になってましたね。いやご心配、うん、赤の他人だけど心配、うん、いやあのちょっとお話伺ってて、やっぱり小池選手すごい人脈がやっぱり豊富ですね、多分お話聞いてる、それは新しいこう、うチャンスみたいなのが多分人脈から来てんだろうと思って、うん、あと人徳じゃないですか。まあ、あの私ちょっと年末に小池選手が、はい、招待いただいて、はい、こういうパーティーにちょっと出させていただいて、あ、これ見てください、あの、はい、司会が空手家でゲストが、はい、あの道端カレンとか東光とか、いろいろ、まあ、あとその他いろいろ出てて、すごいきらびやかなパーティーで、はい、でしかも一方であの向こうの方では豊勝選手を中心にあの、はい、マチコンが行われてるっていう、そうですね、もうすごい、はい、もう俺こんなところに行っていいんだろうかっていうような場所だったんですよ、はい、まあ、どうやって、しかもなんかいっぱいスポンサーがついてますからね、企業さんがいっぱいですね、はい、どうやってこの人脈が多くて、一体そして何を企んでるんだろうっていう、富士そばだったりとか、まあ、これはですね、はい、
あの自分の話術研修会の先輩の林さんっていう方がいるんですけど、はい、まあその人ですね、その人にいろいろ紹介いただいて、まあ、人脈がこうやって広がっていくんですよね。でそれで結構広がったんで、じゃあみんなで忘年会をしましょうっていう話になって、で全員に声かけたらこういう状況になりましたね。すごい。最終的にはまああの人を集めたら550まで集まっちゃった。人が入りきらないって申し訳ないですけど、本当に本当にね、あの来すぎたっていうことになりましたよ。受付を済まして入るのに結構時間がかかるから、ね、どこでやってるんですか。これはですね、銀座かな。またいいとこへ、はい、いいとこでしたよ。ね、いいとこですよね。いいとこですけど、自分ずっと町コンをずっとやってたんですよ。芸人さんと。そうなんですよ、私だから実はあのトイカツさんにこの出演の交渉をするためにこれに出たけど、はい、トイカツさんどこ行ってもいないんですよ、でそうこうしてる間にあの、ね、あのミラクルヒカルのライブも終わり、そう終わっちゃった。どこ行ったんだって言ったら、たまたまトイカツ道場の、会員さんでこの格闘技の力を見に来てくださった方が、あ、トイカツさんあそこにいるって言って案内してくださって、ああ司会してると思って声かけたら、あのちゃんと覚えてますと言って、はい、開拓してくださったという、そういう流れなんですね。すごいな、この盛大なパーティーまで。そうなんです。だから僕はね、あのこれだけのやっぱり人脈があって、手腕があるトイカツ選手にやっぱり、ま、もうちょっと違う形で格闘技界に貢献してほしいなって一番としてちょっと思ったりするわけですよ。ね、絶対なっていくでしょうっていうのがなんかね、もう、まあちょっとなんかねずるい言い方なんですけど、まあ道場をたくさん経営してるのと、あとはまあ現役であるってことが多分社長さんたちにとって面白いんだと思うんですよ。ちょっと変わってると。でもそれは絶対間違いない。だから自分でそれを認識してるんで、はい、まあそれをどんどん話していくと、やっぱ向こうも普通のもう全然向こうのもう規模としてもとんでもない社長さんたちなんですよ。もう富士そばさんとか、ね、湘南美容外科さんとか、はいはいはい、いろいろみんなとんでもない社長さんたちがいろいろ相手してくるんですけど、ね、まあ、普通に自分が経営だけしてたら多分相手してくれないんですよ。それでまあちょっとずるいからですよ。格闘技の選手だっていうちょっと面白みがあるんで、それはずるくなりますよ、だからそれをね、だから格闘技の選手はもっと分かってほしいんですよ ね、 なるほどね。結構得意な存在なんで、それをもうちょっと使えばもうちょっと格闘技をビジネスにできるんだよってことを、ちょうどね、あの選手のとしての話が出ましたけど、はい、豊川選手最近あのゼストの方に、はい、1月 の、はい、あのグラップリング大会からゼストの方に出られてますけど、はい、あまりあのゼストってイメージなかったんですけど、はい、最近どうしてまたゼストの方に出られるのか。あ、ゼストはですね、あのたまたまというか、あの昔研修会で一緒に練習してた方がですね、まあ、あの上原さんの同級生だと、一回ご飯食べましょうって言って上原さんとご飯食べて、まあ、そこからずっと出てくれっていうことを言われて、まあ、でもそのディープさんとの金があるんで出れないって言って、で、まあ、今回ちょっとタイミング的にちょうど空いたんで出ますよっていうことですね。今回あのね、このあの豊川さん、はい、番組出てくださってますけど、はい、来週ですよね。そうですね、来週の月曜日、ちょうど1週間後です。そうですよね、すいません、試合前2月11日参戦ということで、はい、そうですね、はい、もうありがとうございます。ありがとうございます、本当に。いや別に、はい、試合のことでなんか告知するようなこととかもしあれば、はい、告知ですか。意気込み意気込み、はい、グラップリングルールですよね。そうですね、だからね、ちょっと面白くしないといけないなと思ってるんで、どうなるかなと思うんですよね。トイカツ選手といえば、止まらないグラップリングで、最近ちょっと生体力ないんでちょっと止まると思うんですけど、ただ止まっちゃうと面白くないんで、まあ、頑張って動きます、はい、もう練習も今もう毎日ですか。まあ毎日はしてますね。試合前ですもん。自分の場合、もう今、はい、あの一回格闘技がですね、はい、まあ、趣味からプロになって仕事になって、今また趣味に戻ってきたんですよね。あ、だからとりあえずはもう指導もないんで極力毎日練習してると。うーん、それがまあ趣味だっていうか面白いからって言うんですよね。そうなんです。今逆にしてて一番楽しいことって何ですか。して楽しいことですか。まあ全然だってやることいっぱいありますからね。普通に今だったら結構フィジカルとかやってるんで、まあ、あの自分の友達で百獣の武井壮さんがいるんで、はい、あのリツイートとかもされてますね。そうですね、リツイートで
たまたま武井さんとトレーニングすることになってから、ね、あーいいなー、ミュージカルが、どういうトレーニングするのかちょっとすごい興味深いんですけど、いや、あのどういうトレーニングっていうか、まあ、要は武井さんが自分の体とか運動とか、まあ、そのスタイルを見て、まあ、こういうのをやろうっていうことを言ったとやるだけですね。アドバイスしてくださる、はい、そうですね、武井さんもだから本当に格闘技オタクなんですよね。結構だから選手とかも動画も見てるんで、そうなんだ、それに合わせていろいろとどういうことをやるんだっていうのを、まあ、もうでも今それが今ちょっと忙しくなりすぎて、ちょっとそれはもう一緒にトレーニングできなくなっちゃったんですよ。そうかそうか、悲しいことに。確かに、もう今はもうどこにでも出てますもんね。そうですね、だからもうね、会えないです、全く。あ、全く会えなくなりました。本当にお忙しそうだけど、武井さんもその中でもトレーニングをかなり、例えば坂のダッシュとか。あ、まあ常に多分やってますよ。あ、やっぱそうなんですか、ね、あの人は寝ないから、はい、寝る人なんだ。そうそう、まとめて寝るんですよね。そう、いや、まとめて寝るというかね、あの2日に1時間ぐらいしか寝ないです。2日に1時間、それで回復します。あのね、常にあの体力ありすぎるんで、常に回復してるんで寝る必要がないんです。素晴らしい。あれって本当だったんですか。いや、本当かどうか俺ずっと言ったわけじゃないんで分かんない、うん、だからそういう誰かね、ドキュメンタリーずっと追ってくれないと、まだ自分もそれは確信してないんですけども、ただあの格闘技のトレーニングをちょっとやった時点では、うん、もう確実に天才です。普通だから格闘技を教えるときにですね、あのこの技をやりましょう、はい、例えば寝技でエビ逆エビとか、うん、うちは横跳びとかやるんですよ、はい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 、でそれをやらせるときにこうやりますよって説明するんですけど、武井さんの場合見せたらもう全部できるんですよ。へ、はい、欲しい、そういうセンスが。もうだからまあちょっと異常な人間ですよね。あ、まあ、異常な動物ですから、ね、そうですよね。だってこの間ブログ見てたら病院行ってきたら動物病院行ってましたもん。動物病院の先生に見てもらいました。それはネタなんですけど、ただまあもうあのそのあれが終わったんですけど、この前年末ぐらいにですね、レスリングの吉田選手とレスリングやってたじゃないですか、はいはい、で、あの時実は結構首ひねられたって言って、まあ、あのうちの整骨院にですね、実は治療に来てくれたんですよ。ちょっとこれ、ね、行ったらいけないのかな。いや、ちょっと、まあ、はい、でそれでですね、まあ、だいぶ悪かったと。で呼吸して痛いっていうんで、ちょっとそれ骨いってるかもしれませんよと。あの肋骨が痛いって言うんで、骨がちょっと多分それ響きかなんかいってんじゃないですかねって言って、で、まあ、で治療したんですよ。で治療してちょっと経って、もうその後ご飯に行こうって言った時に、あ、良くなってきた、良くなってきた、首も良くなってきた、言い出して回復力で、いや本当かよと思って、でダッシュとかもしてるんですよ。マジっすか、ね、でその何日か後に、あの笑っていいともで2メーターの板を爆中で割るとかいうことやってて、この人異常だと思って、でもね、ある程度寝ないってことも信じざるを得ないようなことをしてくれるんで。すごい、いや本当だったんだ、幻想だな。もうコメントいただいてますよ、はい、ケイスケ4797さん、武井さんは天才だったのか。うん、そうですね。山さん、テレビで見ました。これなんて読むんですか、感じ。寝られてる、寝られてると思う。本当に本当に学歴大卒です。リスナーさん、リング上のトイカツさんしか知らなかったので驚きました。そうか、そうですよね。まあ、こう見えてもちょっと まともですよね、結構ね。いやいや、リング上はちょっと変なことしてますね。でも結構あの、ね、あのリングネームとか呼ばれた時とかニヤッとするようなパフォーマンスをしたりとかっていうのもありますよね。まあ、キャラクターですよね、キャラクターが、まあ、できるだけね、今の選手結構キャラクター薄い人が多いんで、極力キャラクターをつけるようにしないと、インパクト、まあ、また見たいなとかって思わせないとダメですよね。確かにそうですよね。だこれも武井さんの発想なんですけど、選手とか、まあ、陸上の選手とか、まあ、他の選手もそうなんですけど、はい、結局見てもらってお金もらってなんぼなんで、うん、また見てもらえるようにっていうことをもっと考えなきゃダメなんですよ、うん、ただ足が速いとか強いとかそれだけじゃダメなんですよ、うん、やっぱりまた見てもらいたいって思えるような選手にならなきゃダメですよね。そこに初めてお金が発生するわけですよ。なるほどね、なるほど、その通りですよね。スター性というか、そうですね、そうですよね、なんか今日はなんかたくさんのことを私たちも学んだよ、本当に、はい、なんかもうそれこそ本当に豊勝先生です。いや、まあ、なんかそういう講師とかもやられて、なんかそういうのやったらセミナーとかもたくさん行きそうですよね。そうですね、セミナーも今経営セミナーというのを2度ほどやらせていただいて、やってるんだね、すごい。あとあのツイッターの方でもなんか道場経営論なんか発信してるっていうのを、はい、
そうなんですね、いろいろとやってますんで、まあ、もし興味がある人だったら、ね、まあはい、ツイッターとかをフォローしていただければ、うん、そうですよね、はい、もうツイッターも普通に豊田克也選手で、そうですね、はい、いますんで探していただければと、はい、いうことですよね。わかりました、ありがとうございます、はい、もう本日はもうあっという間に1時間が経ってしまいました。ねえ、どうでしたかっていうか、もうあっという間でしたよね。勉強になりました、はい、ちょっとね、次回はちょっと資料をね、用意してこう、そうそうそう、そうですね、パワーポイントを出して、はい、また呼んでいただけるんですか、はい、あ、もちろんもちろんもちろん、はい、いただけるでしょうか。いや、すごい内容の濃い1時間でした、はい、私たちもすごく学ばせていただきました、はい、ありがとうございます。はい、はい、ということで本日もね、生放送でお送りしました、こちら六本木のマーシャルアーツスポーツバーから公開生放送でお送りいたしました。来週は祝日ということでお休みになりますので、1週明けて再来週の月曜日、またこのお時間に皆さんお会いしましょう。公開生放送ですので、ぜひ皆さん遊びに来てくださいということで、本日のゲスト、戸井田克也選手でした。どうもありがとうございました。はい、ということで皆さん、また再来週この時間にお会いしましょう。せーの、バイバーイ。